どうも、ひでまろチャンネル始まりました。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ということで、今は夜なんで、こんばんはなんですけど、まあ、そんなのどうでもいいね。ちょっと皆さんに伝えてなかったな、なんて思ってたことがあって、それは何かと申しますと、私、ひでまろ、グリーンリボンライダー、親善大使になりました。ありがとうございます。何それっていう話ですよね。グリーンリボンライダー親善大使っていうのは、まあ、ライダーなんで、まあ、バイクなんですけど、そう、僕、バイク大好きなんですよね。で、今年、ありがたいことに、テレビには、ちゃちゃっと出させていただいたんですよ。で、それで、僕の乗ってるバイクのディーラーさんの社長がね、ちょうど見ててくださって、で、まあ、前々からね、僕のことを知って、くれてるんですよ、うん、一応売れてないけど芸能人なんですよ、うん、なので気にかけてはいてくれたらしいんですよね。でそれで、理事長とその僕のバイク、行ってるところの社長なんかそこで一緒に組んでちょっと臓器移植の理解者を増やしませんかというね、まあ、簡単に言うとドナーをたくさんちょっと、増やしたい広げたいみたいな活動ですね、日本はまだまだ、まあ、臓器移植っていう言葉は、まあ、結構認知はされてはいると思うんですけど、まだね自分の臓器とかっていう、まあ、抵抗はあると思いますよ。まあ、僕もね、ありましたし、うん、昔は。でも、まあ、ちゃんと今はドナー登録者になってますんでね。1万4000人の方が臓器欲しいっていう中で、300人弱が臓器移植できてないですよね、今の現状。うん。だから、まあ、いろいろね、ちょっと賛否両論はありますけど、でもまあちょっとずつね、ちょっと理解者増やしていけたらなっていう活動をね、ちょっとこれから頑張っていこうかなと思っております。はい、っていうね、まあ、僕もね、ちょっと昔いろんなことがあって、福祉の活動とか、そういうお仕事にはすごい興味があったんで、興味というか感謝してたので、ちょっとこの話をいただいた時にはすごい嬉しいなということで引き受けさせていただきました。ちゃんとね名刺をねいただいたんですよね。はい、なのでグリーンリボンライダー、大使のひでまろです。はい、改めてよろしくお願いします。ちょっと硬いか。で、グリーンリボンライダーって、グリーンリボンってね、世界的に共通なんですよ。グリーンリボンっていうグリーン色、緑色はね世界共通、うん、なのでちょっとね大きな仕事だなと自分の中でも思っておりますので、ちょっとこのねひでまろチャンネルでもちょっといろいろ面白い動画いっぱいできたらいいなと思ってます。もう本当にぬるい目で見ていただければ幸いです。ということでね、今日はこんな感じで、はい、ひでまろチャンネル、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。